長女上場作お願いします。笑っちゃおう。もう一回もう一回なんかもう一回せーの、はい、こんにちは、リムです。また阿部です。今日は阿部さんと就活の注意点をやっていきたいと思います。はい、ではスタート。自己紹介お願いします。はい、私リムです。ベトナムから来た ABC 大学路上呪術お願いします。じゃあここの注意点は名前がなんていうか点大学名点よろしくお願いします点じゃなくて文章をつなげるなんとかから来た何々ですよろしくお願いしますってスムーズにいくように。で今リュウちゃんがやったんだけどベトナムから来たとかじゃなくてベトナムから来ましたって言って、あと緊張すぎて今も言ったけど有料であげるよマジってなってると面接官ははってなっちゃうからちゃんとゆっくりよろしくお願いしますっていうのがまあここでミスしちゃうと多分もうダメなんで、はい、なんでじゃあ正しいので一回お願いします。正しいので、はい、はい、では面接を始めます。自己紹介お願いします。はい、私はリムです。はい、ベトナムから参りました。今 IBC 大学の留学生です。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ趣味とか聞かれた時のよくやりがちなミスをじゃあ一個やってもらいます。はい、リムさんは趣味とかありますか？はい、たくさんあります。はい、私の趣味は、はい、動画編集です。はい、というとどういうことですか？すいません、わからないんです。はい、今みたいにもちろん動画編集をしてないっていう設定なんですけどね、例えば面接官だったら動画編集やってますっつったらおおすごいってなるんですけど、実際やってないんで、例えばどういうことですかとかこう返された時に嘘とか自分をすごいんだぞってアピールしすぎちゃうと言われた時に何も返さなくなっちゃうんで、大学生だったら遊んでバイトして飲み行ってっていうのが普通じゃないですか、普通の大学生だったら、うん、ね、だからバイトしてましたでバイトで何やったかって、まあ、ちょっとしたことでもいいんで嘘なく普通に言った方が全然面接ではいいと思う。例えば言い返せないしね、嘘言っちゃうと、うん、じゃあ今度は動画編集をちゃんとやってるっていう体でいきますね。はい、リムさんなんか趣味とかありますか？はい、私の趣味は動画編集です。はい、じゃあ動画編集どういうことやってるんですか？私日本の生活、はい、と留学生の生活など動画を撮って編集して YouTube を載せて見る人は楽しくなるように動画編集して作っています。じゃあ自分で動画を編集して YouTube にアップしてるってことですか？はい、それはすごいですね。はい、こういう風にビシッと答えられるなら嘘でもいいです、別に。嘘が悪いわけじゃなくてやっぱり答えられるなら全然いいです。うん、次の注意点は面接中にやっちゃいけないことです。はい、リムさんはさっき動画の編集とかなんとかだと、はい、今のは絶対にやっちゃいけなくて、で面接官と喋ってる時っていうのは極力っていうか絶対面接官の目を見て喋ること、そう、目を見て喋ることで、自分が喋ってない時でも面接官の人が自分に喋りかけてきてたらもうずっとじっともう動かないで目だけこうやって見て、でもうニコニコしてはいはいってはい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 っていうのをもうちょっと大げさっていうか わざとでもいいからそうやっといた方が絶対いいですね。うん、逆に今みたいにさっきのいい例だったんですけど、なんかこうやって動いちゃったりしてこうやって喋ってんのにね、面接官が自分になのに、あ、はい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 、そうやる人絶対いないじゃん。はい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 、やりすぎやっちゃうともう一発でアウト。リムさんはうちの企業理念の なんとかというなんとかっていうところに惹かれたって書いてありますけども、なんとかっていう惹かれたっていう理由と答えっていうのは分かりますか？はい、はい、どういうことか説明してもらえますか？
はい、こういうことです。では事前に EES のやつね、エントリーシートっていうのを、まあ、書いてもらうと思うんですけど、なぜこの会社に、応募したか、志望したのかっていうところで、例えば会社のどういうとこが好きですとかいっぱい書くじゃないですか。こういうとこが自分にいいと思ったんでとかでね、いっぱいバーって書いて提出するでしょ。で、面接官はそのエントリーシートを見て面接するんで、そこで分かんないこととか絶対あると思う、特に留学生の場合は、はい、で分かんなかったら分かんないですって言った方が絶対いいんですね、うん、本当に。例えばエントリーシートだけじゃなくて普通に喋ってる時とかもうやっぱ面接なんで難しい言葉とかね、日本人でも日本人でも分かんないこととかあるんで、全然分かんなかったらもうすぐ、あ、分かんないです、はい、すいません、ちょっと分からないですって言って、そう、分かんないですって言ったから落ちるとこなんかもう行かなくていいんで、うん、逆に分かんないものは分かんない。ただ分かんないのに、はい、分かりますとか、うん、はいって言っちゃうと、どん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 次に話がいっちゃうから絶対にダメですね、うん、分かんなかったら分かんない、分かるものは分かる、うん、ね、ただ本当に分からないものを分かるってやるのだけは絶対にダメです。 OK、 OK、 では学校生活で頑張ったことよろしくお願いします。はい、私は日本語の学習に取り組み、学内の留学生の日本語スピーチコンテストで優勝しました。はい、ということです。今のダメな点は喋りすぎですね。今のルルルルは本当に文章だとして、だいたい自己紹介で1分ぐらいかな、うん、面接官と喋るのは。ただ長すぎちゃうと面接官も結局何が言いたいのか分かんないんで、その学生さんがね、なんで短く重要な点だけ絞って、ちゃんと事前に例えば、まあ、準備していくと思うんですけど、一番言っちゃいけないのは何も準備しないで言われた時にとっさに思いついたことを言うと、とか、そうですね、どうやってなっちゃって、なんかこうやってやり始めるから、まあ、どうせってなのでそれはダメですね。あと今の例の喋りすぎないこと、うん、で今すごいいい例してくれたんですけど、下例えばね、面接官さっき目を見て喋るって言ったんですけど、うん、下向いて延々と長いこと言ってると、もう下向いてなんかって言ってると、もう面接官も地獄なんで、ただの地獄、うん、何言ってるか分かんないし話長いしなんで、で短く丁寧にちゃんと目を見てニコニコしながら言うってのがまあポイントです。はい、はい、以上です。以上です。以上です。で、ちょっと分かんないこととか、もっとこの面接の分かんないこととかあったら、下にコメントに書いてくれれば、うん、また撮ります。それなんか何個かまた選んで撮ろうと思うので、ぜひコメントとグッドとチャンネル登録をよろしく。シェアシェアシェアもシェアよろしくお願いします。